ケチのつけようがない完璧な感触、うわ完全に聞こえてる声量で言ってるけど無視されました、乾杯です。おどうかなさーれー、いやこれ八王子やないかい、これ八王子来ましたね。なんで八王子に来てんほんまなんすか今日は八王子でポツンと一軒あわ行ってみようだってだっということでございまして八王子にもあるんすね。やるらしいね、いやないかもしらんからそん時は行きませんじゃあ今日も探しに行きましょうか。探しがね、はい、探しにやっぱ帰るわよダメっすよ、行きますよ。でこれ高橋、緑やで、これ。おー、今日は緑っすね。これ今皆さん見えてるこの道あるじゃないですか。で思い出したんですがバーマン2号はツイッターだか X だかやってると、皆さんチェックしてみてください。そして面白かった笑ったというそこのあなたはですね、チャンネル登録、我々今年10万人目指してますと、ね、そうっすね、高橋もうちょっとなんでお願いしたいですね。チャンネル登録をしてくれる方はですね、登録ボタンをですね、でこんぐらい押してください。何回押すねん。ちなみに今日のとこは何分いくらなんですか。60分。1万9000。それはどうなんですか。60分で2以下は安いってこと。おお、なるほどっすね。俺らのチャンネルぐらいやねん。この1万何千円かのここで高いか安いかを考えてますけれども、はい、本来の泡もっとするから。ここはちょっと特殊なのは60分しかないと。へえ。ちなみに午後は2万円。午前と午後が1000円しか変わらんってのもいいかもしれない。なるほどですね。いやもうないんちゃうのちょっと待てよ、あれちゃうか。おおありましたね。だいぶ老舗やろもう名前もそのまんますね。ちょっとなんか怪しい気もするけど行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫だけないやろいやどうでした。乾杯です。おお、乾杯ってどういうことですかポツンと泡を見つけて入りました。こちらの料金は改めまして60分1万9000円。おお、なるほどですね。だっつって大丈夫ですか。ちょ受付のメンツがいかついです。あ、そうなんですね今までいろんな客との修羅場をくぐり抜けてきた大ベテラン、刺すか刺されるかみたいなそんなことも経験してるような猛者だったな。いらっしゃいませ、お客様当店初めてお客様。若干威圧感があります。それでもまあ最低限のもちろんマナーとルールは守ってあるの でペイメントしてきっちりと広い待合室に通されました。歴史と伝統を感じるような待合室で、はい、広いんだけど雀荘のテーブルを4方向から囲むようなソファー、だからみんなが顔を合わせるみたいな。これも昔からの伝統なんだろうなと思って。おー、なるほど。ただ店はパッと見てでかいよ。なるほどですね。あのビルもでかいし、はい、中も広い。そして俺はほどなくして呼ばれました。お客様、私はシャーでーご用意できましたね。いや俺口全く動いてない腹話術じゃないですよ案内されました。かわいい。おー、かわいかったですね。美人。そうなんですね。珍しいパターンだったんだけど、ビギャルです。ギャル系なんですね。ちなみに誰に似てるとかありました。これがね、絶対モテる日焼けしたメイジェイ。おお、そうなんすね。完全に焼けてます。みちょぱとかほどではないけど、はい、確実にギャルの小麦カラー。おお、なるほど。スタイ抜群、ボンキュポンの見本のようなボテ。トツもね、上向いてます。おお、重力とかも興味ないしみたいな、バカタレを興味とかの問題じゃないですけどね年齢はいくつぐらいのさんですか。ギリ20代かな。ああ、なるほどですね。実際は分かんない、ひょっとしたら30ちょいかもしれないけども、見た目は完全に20代ギリぐらい。腰の首 RE がやばい。こんぐらいです細すぎるっすよね腕より細じゃないですか。あ、腕より細い。サザエさん型みたいなそういうことですか。なんていうのかな、砂時計型の究極体みたいな。ちなみにトップはどんなもんなんですか。みんな大好き A です。おー、いいっすね。なんだけど、はい、パッと見は E に見える。形も張り
ツや腰、ケチのつけようがない。そんなくびれるかっていうぐらいだった。ガシャンって持ったらこう手くっつくんちゃうかみたいな。マジですか、相当細いですね。なのに HIP はバンとある。なおかつフェイスは日焼けしたメイジェイだから。このジョーがね、またねテキパキしてる。あー、はじめましてね。声質もいいし賢くて仕事もできる。メイジェイ仕事もできるんですね。むちゃくちゃできる。そんなビジュアルなのにめちゃくちゃ敬語で来るから。はじめまして、部屋の中寒くないですか、暑くないですか。完璧なマニュアル通り来る。あー、いやもうちょうどええでと、俺さっき言っとくけどちょうどええでしか俺言わんからとか言いながら。え、何ですかそれ、すごいですねとか言われる。で、ほんま本来ならこの辺でね、関西の人ですかとかあるとこなんだけど、はい、全くペースを乱さない。でもあっと、俺はド SKB 王なんだ。この部屋のロケーションをくまなくチェックしなければならない。そして見渡しました。俺本気出すと双眼鏡と同じフォルムになるから。俺どういうことですか。いや分からんけど、よく見たら部屋もめっちゃ広い。へえ、そうなんですね。湯部 NE とかもめっちゃでかい。一般的な家の湯部 NE の倍は余裕である。おお、広いですね。身長2メーターぐらいの人でも余裕だと思う。なるほど。まあひょっとしたらチェーホーマンとか来るかもしらんから、はい、八王子のボスだ。一緒にオフ RO 行きますかともどんどん展開していく。で、俺はアパレル製品をどんどん取って、じゃあこちらのカゴを使ってくださいねとか、もうね、どの男子もケチのつけようがないなと思いながら、どんどんとジョーのそのワードに進められていくわけ。普段だったらもうスルスルと先にアパレル製品取ってるけど、これ慌てたからアパレル製品全部で7秒で取りました。お早いですね。じゃあこっち行きましょうね。湯部 NE の方ですよ。どんどんエスコーティングされるんだけど、ザブン、抜群の湯加減だけど、この辺もちゃんと聞く。俺の手を持って湯加減 NN どうですかとか言いな、湯加減でええがいやめっちゃいいと。いや俺ちょうどええしか言わんって言ったやんとか思いながら、はい、じゃあ私も入っちゃいます。来るんだけど、もう思わず後ろからその整いに整いきったベートツをダーン、うわーわわ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 、これがフェザータッチナンバー4です。出ましたね。あー、なんかよくわかんないですけどすごいですね。じゃあバカだれ。、まあ、フェザータッチナンバー4にもルールってのがあるんですが、それはまた追って皆さんにお話しします。思いっきり俺 MOMI してる時に思ったんだけど、はい、ほんとね、垂れてもなく張りが強すぎるわけでもなく、完璧な感触なの。おー、なるほど。完璧な肌質ももうピッピカピカやし、ギャルってね毎回思うけど、やたら肌綺麗や。キサロ行くじゃない、キサロで毛が退化してのちゃうかなみたいな。なるほど。紫外線で、ああ、なるほどですね。やたらツルツルな。ただここで皆さんにあってもなくてもいい情報を言っておきますと、至るところにちょっとお絵描きはあります。ああ、なるほどですね。ただそれを差し引いてもめちゃくちゃ美人。俺は今広い湯部 NE で、後ろからここにこんがりメイジェイがいて、デートとこういう状況なんですが、ハブーラ SI、はい、そしてイソジンとどんどん持ってきて、テキパキ進めてくるのよね。あー、なるほど。いろんな意味で隙がない、慣れてる感じですね。そしてこの後にバーバンチャンネルではお久しぶりの桑田の息子 MATT が登場。おー、そうなんですね。 MATT 付きなんだと。60分コースしかない、なおかつ MATT も漏れなくついてんのかもしれない。あー、60分以上もないんですか。ない。へー、もう60分一本勝負しかない。それも珍しいっすね。なんかそうだから、これはお店もキャストさんもみんな計算しやすいよね。給料とかもシフトとかも全部計算しやすいから。まあまあ確かにそうですね。で、午前と午後でも1000円しか変わんないから、午後の方がいいやんっていうような感情も生まれにくいよね。これ結構いいかもしれない。余計なこと考えなくて済むから。確かに確かに。初回だからって30分で安い客って思われたくないなとか、やっぱ風に行く男子って常にそういうのをいろいろ考えるんだけど、それが何も考えなくていい、決まった価格を払えばいいっていうのはありだな。いよいよ久々の MATT、 はい、じゃあうつ伏せになってくださいとか言われながら、まるでアパレル店の店員のような、お客様こちらどうですかみたいな感じの完全な店員ボイスで、俺はうつ伏せになりながら、いよいよそのテクニックを
発揮したんだけど完璧です。おお、そうなんですね。うまい。いいっすね。どんどん俺の背中側をダル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 ローウォーターダル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 と開けてくださいって言いながら俺の3号ガシャンと、ワンストライクツーボール、そこに思いっきりガシャンってきて、ちなみにネイルは長めです。おー、やっぱそうなんですね。なんだけどうまく当たらないポジションでスムースに来てくる。俺の3号わっさわさしながら、あれ運転より硬くなってるねと。おその時の俺の硬さだー、うわっ、バーン、看板増えました今。増えてはないと思うんですけど、もう俺の3号は生きりに生きてたから、それを指して仰向けになりましょうかと。イエス、はい、アムということで、俺はすぐに仰向けになったらスーパーフェイス&パーフェクトB のこんがりメイジェイ、思わずこっち掴むよね、ガッシャ、腰細ーみたいな、どこをタッチングしててもボルテージ上がる。そこでそのデートツで俺のワンストライクツーボールもズリン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 、沖縄民謡みたいに。ここまでの流れが完璧すぎるなという、この俺がですよ、 CHU できてないから。ああ、なるほどですね。いつもならもうバラ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 って言ってるでしょ、はい、これが俺に隙をなんかこう与えてくれない。俺もう桑田の息子 MATT の上でもう CHU 行こうかなと思ったけど、ギャルって綺麗好きだから、ローボーターまみれの口火 RU、 ここに CHU 行ったら嫌がるんちゃうかなと。さあ今目を見つめながらの現在 MATT 上でございます。たまらんたまもう運転になりきってる。ハンドモーションも入ってきたんだけど、ハンドモーションももううまい、何もかもがうまくて、男を知り尽くしてるかのような眼差しで常に俺を見てきて、もう運転になってるじゃないの、バシンとやろう。アウチ。プチマイケルバカタレオ。これカットしてください。こうモテ遊ばれてるわけでは一切ないんだけども、すでに支配されてるような感じ。 F 来て F 来て、ハンドもいいけど F もって、ようやく F に来た。おー、来たんすね。激うますぎてマジでだパッチ仕掛けた。おお、そんなうまかったんすね。マジでパッチ仕掛けた。でも60分だし、ここでパワッチして、で四角い長方形のリングで2パワー目してもいいかなってずっと迷ってた。いや、ここでパワッチしちゃうお客さんめっちゃいるでしょって言ったら、うん、どうだかねーと。なんやねんそれ。支配してくるな。針に張り切ったデートツでも俺の3号をグリングリンこう当てがってきて、うわー良すぎるっていうところで、じゃあ続きは四角い長方形のリングに行こうねと。ああ、なるほど。あぶねーだ。俺はだからそこで猛烈に迷いながらも、いや、ここは四角い長方形のリングで勝負をかけようと。おお、なるほどですね。ここで1パワーしたら2パワー目が弱まるかもしれない。でも俺には何回目のパワッチでも全て同じ量をパワッチできる奥義、オパールフラッシュバランサーを使えるから。ありましたねそんな技。なんかそれもよくわかんないですけど。1回目2回目全く同じ量だから。これがオパールフラッシュバランサー、これ非常に難しいです。そこでもう一回ユブ NE に入り、サッとローウォーターを流して、いよいよ四角い長方形のリングにエンチ。やっと来た。暴発仕掛けたし。おでもジョーは主導権を握ろうと、じゃあ私がいっぱい単語を F しちゃおっかなって言ってきた。俺に攻めさせないというスタンスで来たんだけど、俺はもちろんここで攻めるぞと。おジョーをゆっくりゆっくり滑らせ、いよいよ俺からジョーへ行きまし、たぶら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 、八王子駅はあっちです。そん時のAGI ボイスも完璧。そうなんですね。誰もがもうボルテージマックスに上がるような最高ボイス、突先だけで到達しかけてた。お全員にちょっと味わってほしい、あの完璧な感触。うわ、それは気になるっすね。でユブ NE とかでもやたら旅行とご飯が好きだっていう話をよくしてた。こんがり
メイジェイのビジュアルなのに魚派です。おー、そうなんですね。どっちでも絵が意外っちゃ意外なんですね。意外よね、はい、俺もずっと話を聞きながらいよいよ下に目をやると、そこには太平洋と瀬戸内海を結ぶかもしれない旬のマロンと目があった。おお、そこが結ぶんですね。魚好きやからそういうことですね。お待たせしました、ペンタッタゴンツ。おお、行ったんですね。思いっきりまたウォーターの水質も抜群。あ、そっか、魚好きだからか。12秒で到達。おペンタゴンというのはもちろんこの動画を見てもらえば分かるんですが、はい、改めて10秒で説明すると、旬のマロンをマウスでフィッティングしてローリングして NME しながら、このサイドからフィンガーをインして、ここで一番上が到達するポジションを確認して、そこを一気にタッチングして同時に到達する、これがペンタゴンです。なるほど、久しぶりの説明ですね。これカットしてください。ペンタゴンっていうのはこういう風になってるんですね、はい、横から見た、はい、この時の手の形がアメリカ国防総省のペンタゴンなんです。なんかわからないですけど、すごいですねそれも。それでここでたまにいるんだけど、はい、このド SKB をうまいなと、で到達しすぎたくないのよ。瞬時に悟ったのはこちらのジョーは自分のペースを乱されたくないタイプ。あー、なるほどですね。今までも何度か登場してるんですが、到達しまくると自分の仕事のペースが落ちるというか、パフォーマンスを自分のイメージ通りにできないっていう時は到達しまくるのをブロッキングしていくんで、俺は一瞬隙を見せたけども追いペン行きました。追いペンでももう15秒ぐらいで到達した時に、えやばい、また到達した、ダメダメって言いながら感度でも隠して、もうペンタゴン勘弁して、プチマイケルバカタレをまたプチマイケルになってた。また出ましたね。で俺はもう、ああそういうタイプだなと、これはもうこれ以上の追いペンはやめとこうと、ここから私がパックンとしたいと熱く志願してきたんで、ポジションチェンジ F が始まり、 F もやっぱうまいな、俺のワンストライクツーボール、ツーボールサイドもうまい、そして俺はそこで ANAME してほしいなとさらっと言った。ただ結果としては無視されました。何にもなかったんですね。完全に聞こえてる声量で言ってるけど無視されました。まあ、流し方もうまいんですか。いやいや、うまい。ツーボールまでは来てくれるけど、それより下には来ない、もうその辺も崩さない。なるほど。ここでラテックス製の帽子を全く気づかないうちにもついてた。おお、そうなんですね。すごい技ですね、それも。いや、いつつけたんだよ。はい。F の感触がなんか違うなって見たらもうついてた。これぞマジックラテックス。なんすかそれ。いや、並べただけ。上から乗っちゃってもいいですかと聞かれたんで、どうぞということで騎馬戦でインなの。おー、なるほど。これももう皆さん想像ついてると思いますが、騎馬戦激うま。おー、なるほどっすね。リズミカルでも運動神経もめっちゃいいんやろな。もうほんまになんかこう主導権握られてる感じ。俺ね、思わずうわーうんうますぎるとおたけびをあげながら、そうって言いながら、あの千葉の魚美味しかったんだよね、あの京都のあそこの店のあの魚がいつまで魚の話すんね。魚好きなんやなと思いながらも、余裕あるっすね。なんかいやもうね、この時は海を飛び跳ねる飛び魚と同じ動きだったから。危ない危ない危ない、うまいうますぎる。俺は何してきたんだ。そうだろう、成長石バックトゥーザフューチャー、こっちからも攻めろよパーマンと、攻めろよパーマン、攻めろ、目を覚ませって言われたけど、俺はずーっと騎馬戦されてた。ああ、そうなんですね。もうね、あまりに良すぎて、よしじゃあ成城石に行こうってことは、いやー待て、うまい、うますぎる、タパッチ、おーパッチだっすね。したおー、お疲れ様でした。本当に皆さんすいませんと。もうされるがままやったんですね。されるがままで騎馬戦のみでパチ。おお、なるほど。乾杯です。おお、今回ちょっとデロリアン出てこなかったですね。いや出てないでしょ、してないから。ちなみにデロリアンっていうのはこれです。今出るんですね。この俺が成城
石を市内なんてありますかってことだよ。ああ確かに。こんぐらい完璧な騎馬戦だったんですよ。言うならば四角い長方形のリング上で金縛りにあったよ。ただ俺はその後指摘されました。何ですか。突先の NAME とペンタゴンで連続到達、とてつもない技術者だと思ってだから激しくされるのかと思ったと。要はなんで政治石でガンガンしてくれなかったのと。もっと激しくピスされると思ってたのに騎馬戦だけだったじゃない、でなんで政治石してくれなかったのって後で怒られました。面目ない。いやジョーが上手だったね。それはやっぱ乾杯ですね。いやこれ乾杯でしょ。指摘されてるから。はい、いやこれちょっとまたリベンジするしかないですね。いや俺もまさかパワッチ後にそんな指摘されると思ってなくて、うん、俺もまだまだってことよ。なるほどっすね。これを改善して次の戦いに挑む、それがド SKB どうだ。なるほど。ダッチ。大丈夫ですか。大丈夫だ。もうやろ。八王子の地にそんなすごい人がいるんですね。いや激うまこんがり名人だった。しかも帰る直前、バイバイって手振る直前ぐらいまで精神してくれなかったねってずっと。ああなるほどですね。うわちょっと悔しいですねそれは。これは何なのかというと、よっぽどペンタゴンが良かったっていう裏返しでもあるって。ああなるほど。皆さんこちらのこんがり名人にリベンジした方がいいと思う方はコメント欄に書いてください。なるほどっすね。コメント欄。ちなみに今回のとこは何年ぐらいやってるんですかね。見せてる直前に聞きました。あすごく楽しかったです。ちなみにこちら何年ぐらいやってらっしゃるんですか。ふわっとこういうのはやっぱふわっと聞かない。ガチ感を出すとこいつなんでそんなこと知りたいねんって思われかねないから、はい、ちょっと言葉濁してきたん、はい、こいつ何もんやみたいな、はい、50年以上ですと。おなるほど。本当に長く続いてるポツンタワーっていうのはどこも基本50年以上続いてる。あなるほどっすね。すごいよね。いやパパさん総括お願いします。えいおいや今回のポツンともいろいろありましたね。いろいろあったね、はい、振り返ってみても外観、入り口、廊下、待合室、部屋の広さ、設備、上全部のレベルが高かった。おなるほどっすね。だから50年続くってことよね。あれもこれもしてほしかったのにと言われてしまったパーマン2号、俺はもう一段プレイ BOY になって帰ってきます。